厚生省は、朝鮮の独立運動家、ジャーナリスト。芸術分野においては多方面で造形が深い、書家としても知られている。画号は足荘、テント教で受けた道号は舞より、本願は、改修後史。中人の位にあった中国語の翻訳官であり、李氏朝鮮末期の尖閣者としても知られた、五景尺の長男として、ハンスンに生まれる。代々にわたって、 外国語を習い、早い時期に開花思想に目を開いた家庭で育ったことに、加え、開花派の巨頭である師匠の劉博広本の影響を受け、自然に開花運動に参加するようになった。1879年に薬科に合格して、公職の道に進んだが、1885年に博文局による発令を受けて、週刊官報であるハンスン州法の記者となり、 初めて報道の仕事に携わることとなる。以後は、軍国機ストムどころや農商工部、ユーススム局などを経て、1897年に、東京外国語学校へ朝鮮語科教師として、派遣され、日本で1年ほどの間教師生活をしながら、近代文物に接した。1902年から日本に亡命していた途中、テント教の教師である孫、平博と知り合い、 天ン教に入信した。1906年に天ン教の機関士を兼ねた日韓紙万歳法の社長として啓蒙運動を広げながら国際保障運動を行い、1909年には大韓協会が創刊した日韓紙として反日の論調を張った大韓民法の社長も引き受けた。天ン教内部では県当鎮とともに開花には賛成するが日本との 合併に反対するという、いわゆる文明開化派の代表的な人物として、合併生願で開化することを主張する、一心会系列とは対立して、利用給を追放した。1919年の3.1独立運動には、民族代表33人の一人として、運動を主導し、懲役3年の判決を言い渡され、約2年間の獄中生活を送ることとなった。出後は、 初家や天国家、書道及び金石学部の歴史学者としての活動を、はじめ、1922年に第一回朝鮮美術展覧会が開催された際は、書道部門で入賞した。日本統治時代の朝鮮においても、転校することがなかった独立運動家の元老だったこともあって、独立後は恒例にもかかわらず朝鮮、建国準備委員会委員や、 南朝鮮大韓国民代表民主議員議員、ソウル新聞名誉社長などに移植され、韓国民主党も結成時にクレを共同党首として迎え入れようとした。朝鮮戦争時にはテグに避難したが、避難中に病死した。葬儀は国葬に準じる社会葬として行われた。1962年に大韓民国政府から、 建国勲章が授与された。ありがとうございます。